パパコーデとしてもいいですよね、こういったコーデって、うん、めちゃくちゃ素敵ですよね、うんうん、こんにちは、ニコレスタイリストのニチと申します、今日はスタイリストの千春に来てもらってます、はい、こんにちは。今日は女性スタイリストが本気で選んだ女性から好印象に見られる爽やかな初夏の白シャツコーデというテーマで動画をお届けしたいと思います。おしゃれをする理由って、まあ、いろんな方がいらっしゃるので理由もいろいろあると思うんですよね。自分でファッションを楽しみたいっていう方もいれば、女性からこうモテたいとか好印象に見られたいとか、そういった方もいらっしゃると思うんですけれども、今日はですね、そういった方々に向けて初夏におすすめの白シャツを使った爽やかなコーディネートを3つご紹介していきたいと思います。女性から好印象に見られたいと思ってらっしゃる大人の男性はですね、ぜひ最後までご覧いただけたらなと思います。このチャンネルではですね、30代40代の大人の男性に向けて、おしゃれの教科書の理論に基づいてコーディネートのご提案、着こなしのポイントを解説しております。ファッションにお悩みを抱えてらっしゃる方、悩んでらっしゃる方はぜひチャンネル登録をしてご覧いただけたらなと思います。それではおすすめの白シャツコーデ、1つ目はこちらです。はい、爽やかな白シャツとボーダー柄の組み合わせなんですけど、うん、はい、これはやっぱりこれからの季節におすすめのコーデになります、うん、そうですね、はいはい、カジュアルなボーダー柄なので、うん、こういった白シャツを組み合わせれば一気に大人っぽさが出ますよね、うん、はい、ゆったりとしたシルエットのシャツなので、うん、リラックス感とか今っぽさが出て、はいはい、こなれた雰囲気に仕上がってると思いませんか、うんうん、そうですね。あと腕まくりをしているところも、うん、魅力的に見えるポイントになります、まあ、シンプルなコーディネートでもね、やっぱこういった袖まくりしているだけでもね、こなれた雰囲気に見えますよね。そうですね、うんうん、で、手首には腕時計と。そうです、ここもやっぱポイントですかね。ポイントですね、うん、女性から見ても腕時計ってやっぱり男らしさとか大人っぽさが出るので、はいはい、ぜひ腕まくりしてちょっと腕時計見せてほしいなと思います、うんうん、まあ、特にこれからの季節はね、腕まくりとか自然にねできるというか、そうですね、やってても違和感ないと思うので、季節的にどんどんやっていただけたらなと思います、はい、まあ、僕も今日してますけど、はいはい、素敵です、はい、ありがとうございます。おすすめの白シャツコーデ2つ目はこちらです。はい、知的でかっこいい印象にしたいっていう方は、うん、こういった白とネイビーを組み合わせていただくのがおすすめです、うん、対照的な色合わせになるので、うん、メリハリも出てすっきりと見せてもくれます、うん、はいはい、あとですね、うん、白とネイビーの配色なんですけど、うん、清潔感のある印象にも見せてくれるので、好感度アップ間違いなしのコーデになります、うん、そうですね、はいはい、すごく上品な着こなしになりますよ、うん、はい、このグレーのパンツと合わせてるのもね、いいですよ ね素敵ですよね、この全体の配色がすごい上品な感じですよね、うんうん、はい、はい、でこれもさりげなく袖まくりしてるんですよね、ポケットを入れてますけど、そうです、そうですね、パパコーデとしてもいいですよね、こういったコーデ、うん、めちゃくちゃ素敵ですよね、うんうん、公園とか行ってたらね、はい、まあ革靴なんですけど、公園とか行くときはスニーカーに変えてもいいかなと思うので、うんうん、いろんな年代というか、はい、と幅広い年代の方におすすめかなと思います、はいはい、おすすめの白シャツコーデ3つ目はこちらです、はいはい、こんな感じでシャツを1枚で着るのもとっても素敵です、うん、はい、寒暖差のある日は、うん、こんな感じでニットを肩掛けにすると、うん、おしゃれ感がめちゃくちゃアップします、うん、はい、肌寒い時間帯とかはシャツの上からニットを重ね着するのもありです、うんうん、ちょっと急な気温の変化にも対応できるコーデになってます。あ、なるほどね、うん、はい、で寒暖差、まあ、今ちょっとね撮影してるのが4月末で、公開がちょっと5月中旬ぐらいなんで、はい、ちょっと気温のあれはあるかもしれないですけど、はい、まあ、けど朝はねやっぱちょっと肌寒かったり、はい、まあ、夕方とかもね、で日中は暑いなみたいなぐらいの時もあるんで、うん、まあ、これぐらいのこう寒暖差のね対応できる着こなしとかやと、はい、どっちにも対応できるんでいいかもしれないですね、うん、そうですね、うん、あとですね、自分は寒くなくても、うん、お相手の方が寒いってなる可能性もあるじゃないですか、はいはいはい、うん、でそういう時はちょっとこうさりげなく、うん、お相手の方に春ニットを、あ、なるほど、着るってさりげなくね、そう、さりげなさが結構大事になるんですけどでそういうのも好感度が結構アップします。付き合う前とかやったら絶対いいですよね、うん、そういったの ありがとうってなります
それいいですね、はい、まあ、この着こなしもねシンプルで、先ほどの、2つ目のコーディネートの時、はい、白とネイビーってありましたけど、これもパンツネイビーだと思うので、あ、そうですね、うん、これもやっぱ清潔感とかね、はい、きちんと感とかいろいろ詰まったコーデになってるかなと思うので、ぜひお試しください、はい、以上3つがスタイリスト千春がガチで選んだコーデですよね、はい、そうです、もうめちゃくちゃ素敵なのをちょっと選んでみました、はい、もうガチで選んでましたもんね、はい、厳選に厳選を重ねてギリギリまで選んでました、選んでましたね、ついさっきまではい、まあ、本気で選んだコーディネートになってますので、まあ、あの女性からね好印象に見られるポイントもあのご紹介させていただきましたので、ぜひご参考にしてみてください。白シャツは定番なアイテムなので、あのコーディネートにもすごく取り入れやすいんじゃないかなと思うので、ぜひですね、これからの季節は白シャツを使ったコーディネートをお試しいただけたらなと思います。 D コレではですね、ファッションにお悩みを抱えていらっしゃる方のために、LINE を使ったチャット相談サービスを行っています。今日出演してくれた千春と、たまに動画に出てますまいちとみゆですね、はい、はい、この3人が、チャット相談サービスの専属のスタイリストで、お客様と直接 LINE でやり取りをしまして、お客様のお悩みを解決させていただきます。お客様お一人お一人に、無料でスタイリストがつくサービスだと思ってください。この LINE を使ったチャット相談サービス、詳細が概要欄のリンクから、確認できますので、ぜひこちらチェックしてみてください。次回の動画はこちらです。実はこのセットアップ、おしゃれが好きな方はもちろんなんですけれども、おしゃれが苦手な方、洋服選びに迷ってしまうという方にこそおすすめなんです。それでは本日の動画は以上となります。今日の動画が少しでも参考になったという方がいらっしゃいましたら、高評価とチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。あのゆったりとした白シャツの違うハマってきた、マジやめて、本当にいいよ、楽しくなってよ、楽しくなってかねおしゃれ感もすごくアップします、うん、はい、もう一回言っとく、自ら申告してるね、今ちょっと噛んだって素直でよろしい、ありがとうございます